香港カップ2020 UK ウィンブライト。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかるデータ分析ということでワールド編でございます。香港カップ2020をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去の香港カップ傾向を学ぶということで、過去の香港カップでどのような馬が構想しているのか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の香港カップで狙うべき馬はということで、過去の傾向から今年狙っておくべき香港カップの馬をチェックしていきたいと思います。それではまず2018年香港カップの傾向でございます。1着がグロリアスフォーエバー、そして2着が日本馬のディアドラ、そして3着がタイムワープでございました。ポイントは2つ、ジョッキークラブカップで敗戦した組、そして2つ目がノーザンダンサー系の活躍でございます。この年は3頭すべてがノーザンダンサー系の馬でございました。そしてこちら2019年の香港カップの傾向でございます。1着が日本馬のウィンブライト、2着がマジックワンド、3着がライズハイでございました。この年もノーザンダンサー系が好調でございまして、現地の馬に関しましては3着のライズハイ、こちらがジョッキークラブカップ敗戦組でございました。香港カップ2020年狙うのはということで、2つのポイントを挙げさせていただきます。まず1つ目、ノーザンダンサー系は大変重要視ということでございます。2018年においては先ほども紹介いたしましたが、すべての馬券馬がこの条件を満たしました。そして2つ目、ジョッキークラブカップは負けておくということが条件でございます。直近2年間で3頭が馬券に絡んでおります。現地の馬はすべてこの条件に該当いたしました。ジョッキークラブカップを負けて、ここで逆転してくる馬を狙い撃つのが良いかと思われます。そして連覇を目指すウィンブライトでございます。番外編ということで、こちらウィンブライトについて詳しく書いてみました。ウィンブライトのことを知らない方や海外競馬の知らない方もぜひチェックしていただければと思います。まず1つ目、昨年の香港カップを制覇しております。そして2つ目、同舞台同じく香港のクイーンエリザベス2世カップも制覇しております。そして3つ目、ステップでございますが、昨年は天皇賞秋8着から、今年は天皇賞秋10着からのステップとなっており、ほぼ変わらぬ内容となっております。そして今回が残念ながら引退レースとなります。皆さんも期待されておりますので、かなり楽しみでございます。そしていくつか質問いただきましたが、調整内容に関してでございます。こちら昨年のものと比べてみました。昨年は馬なり2本、いっぱいによって馬なり調整、いっぱいに追われた際には美穂の南打っておしまい 11.7 秒、全体時計は 66.9 秒という形でございました。それから香港に移動し、調整を経て参戦しております。今年に関しましては馬なり3本、強めに追われて最後も馬なりという形になっております。強めに追われた際は美穂の南ウッドをしまい 12.3 秒、全体時計は 66.7 秒という形でございました。数字を見ていただければ昨年とほぼ変わりない内容であることがわかると思います。馬については大きく衰えた形もございませんし、中間に関しましても動きとしては問題ないのかと思われます。日本からウィンブライトをしっかり応援したいと思います。ぜひ皆さんで楽しみましょう。そして週末重賞の外競馬、そしてこちら香港に関しましても、出走馬が確定するのは週末となります。出走が確定いたしましたら LINE で週末にお送りさせていただきますので、ぜひ該当馬のチェック LINE でチェックしてみてください。下の概要欄から一部で登録できますので、ぜひお待ちしております。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。